明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。といっても今日は28日ですけどね、はい、先動画が溜まってるんで、これ正月一発目流していただきますんで、はい、なぜかというと今年はいい年になりそうですね。というか大会出るでしょ。そうですね、はい、今年大会出ます。頑張るっていうか、すごく目標があってやる気になってるんじゃないですか。はい、そうですね。今体重何キロなんですか。今81、2ぐらいですかね。サイドチェストとかできるんですかね。サイドチェストですか。胸とか大きいからですね、結構いいんじゃないですかね。いいですね。バックとかどうですかね。こうやって脂肪は乗ってますけどね、まあ、筋肉は分かりますよね。じゃあフロントで見ていいですよ。固めてずっと、まあ、だいぶトレーニングも気合入ってきたからですね、はい、だいぶ違うんじゃないですか。あ、そうですね。いかに興奮するかですからね、はい、足が大きいからですね。今日足はどうですか。あ、足がいいですよ。あ、足がいいですね。足が体の中で一番いいですよね。うん、いや、いいですよ。だから足がぐっと固めてですね、しっかりですね。もう今年楽しみですね。そうですね、はい、今までにない経験ができるって感じですね。そうですね、迷いがないからですね。だいぶ体変わったよ。でもトレーニング内容も変わってるもんね。そうですね、まあちょっと、まあ、テンション上がってるよね、結構ね。テンション上がってるって、まあ、種目的なところではそんな変わらないんですけど、テンション上がったなっていう。種目は関係ない、やり方やからね、はい、だからやり方が変われば別種目やからですね。今までのトレーニングはちょっと反動を最初から使ってたからですね、うん、それ殺してから潰れてから追い込むって感じになってきたでしょ、はい、潰れて追い込むトレーニングとはちょっとね、あの違うからですね。普通の10回何セットとかですね、はい、そういうトレーニングとかですね、もうそこ割り切ってやった方がいいよ、うん、高重量とか軽重量とか関係ないやん、うん、潰れて追い込むだけなんや、うん、それができてないからみんな発達しないよ、うん、自分ができてると思ってる人は厳しいと思うよ、うん、それは1年に一遍できるかどうかぐらいな感じでね。で今日は 80% ぐらいで終わるって感じで、うん、お間違いない子だからいついつ話してしまうけど、とにかく種目とか関係ないよ、重量も関係ないよ、潰れて追い込むかっていうのが基本にあるといいですよ、うん、ですね、得ですよ、はい、そっちの方が、はい、だから筋肉乗っとかないとダメですよね、うんうん、だから心配機能が巻いてもしょうがないからですね。そうですね、ギャーギャー言わずに追い込んでる人もいますからね。集中力って人によって差があるんですよ。あ、これはもう私もトレーニング40年やって、ジムも30年やってるから、もうそれはどれぐらい追い込んでるか分かるからですね。それは高まっていくでしょ、どんどんね。そうですね、はい、だから そこに期待を持てるじゃないですか。食事ですね。そうですね、はい、そこは改善していけるくらいですね、まあ、2022年令和4年の目標というのは。そうですね、まあ、とりあえず、まあ、大会に、まあ、1年目出るということで、まあ、最初は、まあ、なんだお試しというか、うん、まあ、大会を、まあ、こういうものなんだなっていうのをちょっと体験みたいな感じで、まあ、そうですね、まあ、それでも、はい、まあ、そういう気持ちは大事かもしれないですよね。しかし、まあ命がけでって感じですね。命がけ、それはもちろんです。真面目だからですね、はい、あのやりすぎないようにしておくのも大事だけどですね、やりすぎたら負けですからね、うん、まあ、学生さんだから勉強もしっかりやってって感じですね、まあ、正月一発目出させていただきますから、まあ、2023年の正月もね、すごい体になってたらいいですよね、はい、ぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございます。